おもしろひげメガネです、今日はですね、こちらの古代エジプトタロットカードでヒロミさんの未来を占いたいと思います、今からここから2枚引かせていただきまして、ヒロミさんの未来の運勢とそれから今後どうしていくべきかという対策のカードを引かせていただきます。では早速言いましょう。生で見ると予想以上にシワだらけ。はい、じゃあこの一番上から順にヒロミさんの未来のカード、それからこちらが対策のカードとなっております。では早速見ていきましょう。まずヒロミさんの未来どうなるか、こちらです。はい、なるほどね。おそらく近い将来重要な選択を迫られますね、ヒロミさんは。結構ご自身の中でも重要な、今後を左右するぐらいの大きな、分かれ道に来ます。で、まあ、それを選ぶのはおそらく、まあ、結構理性で選ぶことになるかなと。勘で選ぶというよりは、じっくり考えて吟味した上で、こちらがいいと判断して選ぶようになるんではないかなと思います。そう遠くない未来ですね。まあ女性が2人いるんでね、もしかしたらまあそういうことなのかな、わかんないですけどね。じゃあ今後その、選択の時期をより良くするための、運勢を良くするための対策のカードがこちらです。なるほどね。まああの近いんですけど、似てるっちゃ似てるんですけどね、あのね、冷静になることですね。とにかくあの物事をね、感情で、結果を求めない、理性で考えること、とにかくそれが大事です。しっかり自分の中で、組み立てて、理論立てて、しっかりと頭で考えて結果を出すことが大事ですね。でそれがね、まあこの時期だけじゃなくて、これからこの時期に至るまでのその期間はね、そういう感じで過ごした方がいいです。感情を優先しない、理性を優先すること、それが、今後の運勢を良くするためのキーとなっておりますんでね、頑張ってくださいね。生で見たらね、結構シワシワなんですよ。